ソガヒトミさんが、夫のチャールズ・ジンキンスさんが亡くなったことを受けて、したコメントの全文です。原文のまま、しています。この度は、夫の死去、対しまして関係者、美に生前をご存知の、たちにはご心配を、かけしました。つ、の訃報に驚かれた子、と思います。私、家族も未だ亡くなったという現実、入れるには、もう少し時間をかけな、れ、という思いで日々を過ごしています。やっと少し考える時間が取れるように。り、夫との出会いから今日に至るまでを、言い返しています。思えば、夫とは37、北朝鮮の地で出会い、結婚し、子供が、れ、苦楽を共にし、なんとか家族としての、を作り上げてきました。出会った当初、未だ北朝鮮の生活に慣れず、現地を警戒している時期でした。そんな、で、との出会いは、あまり多くの時間を、することはできなかったのですが、信用、るに値する行動と誠意を示してくれまし、結婚後、二人の娘にも恵まれ、生活、厳しいものでしたが、将来の器用さで、生きに必要なものを工夫して様々なものを作り、してくれました。ベッド、椅子、重の車などを作ってくれました。特に、の、もちゃは、自信作だったのか娘たち、乗せてよく遊んでいた姿を思い出します。また、夫のバイク好きは日本でも周知ですが、北におた時は、あまりにもバに乗りたい思いが募り、どこからかした、寸前のバイクを持ってきて修理を始めて、参りました。いつの間にか使えそうな、つを集め、ネジや細かい部品は工場ま、かけていき自分の思う通りに加工し、もらって、ついに動くバイクを作ってし、いました。これには、さすがに私も娘も呆れ返るしかありませんでした。で、バイクのエンジンがかかり動く子が確認できた時の夫のなんとも嬉しそう。今で言うところのドヤ顔を忘れること、ないでしょう。北での生活は言わずも、紆余曲折ありました。それでも、族4人大きな病気もなく謝せたことは、一番の幸せだったのではな、でしょうか。その中で15年前、私が被死、被害者で、ることが確定し、日本に一時帰国する子が決まりました。それには、夫の後を、あったから実現できたのだと思って、日本へ帰りたい思いを一番理解し、くれていたのが夫でした。一人で帰国、ことをためらう私に、君は日本に行く、だと背中を押してくれたのです。のい、があったから今、日本で生活する、とができるのだと言っても過言ではない、しょう。今思い返しても、彼の決断にも感謝しています。その後は、皆さんも、存じの通り、彼の処遇問題で日本、家族を呼び寄せるのに2年近くの時間をしましたが、インドネシアで再会し家族の話し合いを重ね、私の意見を尊重しにちに来ることに同意してくれたのです。本に来てからも様々なことがありました。でも、その度に家族で話し合い、支えながら努力してきました。佐渡に永住、ことを決めてから13年、夫なりに一、懸命に生きてきたのだと思います。日ができない範囲があっても仕事だけ、と続けてきました。きっと、私や他には想像もできないことも多々あった。しょう、けれど、接客業ということも、嫌な顔もせずお客様の要望に応えたと聞いています。笑顔でエールを、くれるお客様との触れ合いは、がわからなくても嬉しい時間だったので、ないでしょうか。北朝鮮で苦労しながら、越した40年を日本で暮らす13年で、生きてきたのではないかと思っています。とにかく、前触れなく突然亡くなった。気がつけば葬儀が終わって、事後どころ、終わる今日まで来てしまいました。行く、か後悔していることがあります。大好きなチーズをもっとたくさんいろんな類のものを食べさせてあげたかった。つかまつ、理由に二人でゆっくり話す時間を設けたこと、夫も話したいことがたくさんあっただろうと思います。今更です。いや謝らせてください。本当にごめん、さ。それから、私の母に会わせてあったかった。くしくも今月28日は母の生日が来ます。以前から母の誕生日前、憂鬱になるというのに、夫の亡く夏も12月とは、
さらに気分が落ち込んでいそうです。それでも、日々は過ぎ、雪、また明日、来ます。これから私、娘の二人暮らしが、まります。力をが、せ、互いに支え合い、からお世話になつ。方たちに感謝しながら生きていきます。うか、私たちに民話を見守っていてくださ、までありがとうございました。そう、て、7年の人生お疲れ様でした。